導きの羽使うとポイント稼げる。なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ。なんか見たことあるね。そうなんですよ。そんなテンション上げる場所じゃないんですけど、清水さらちゃんが活動休止しちゃって、今日発表があったんですけど、最近ね、あんまりミニスタジオの、あんま活動っていうか、活動？ミニスタジオでこういろいろ活動する時とか、イベントとかにも、そう、プロリンは体調不良ってことで不参加だったりして、すごい心配してたんですけど、でもメールとかしてるんですけど、 LINE とかしてるんですけど、あの体調不良だけど、なんかいつも通り元気に、なんか元気に振る舞ってくれてるから、なんかそんな、なんて言うんだろう、なんかいつもさ笑顔だから、プロにずっと笑顔で接してくれてるから全然気づけなくて、そう、でもなんかさ、やっぱミニスタジオとしてさ一緒に活動、本当にこの数ヶ月、なんで3ってしたんだろう、3ヶ月ぐらいかな、数ヶ月、3、4ヶ月、一緒に活動する機会が多くて、こんばんは、なんか薄々感じてたっていうかのはあったから、そのプロリンが一番さ、すごい しんどそうじゃないけど、こう両立とか他のいろんな体調とか精神面のこととか、いろいろしんどそうにしてるのはずっと一番近くで、一番か分かんないけど近くで見てたから、今はただただゆっくりゆっくり休んでほしいっていう気持ち。こんばんは。そう、清水さらちゃんがね、活動休止になっちゃって、そう、でもしかもさ、プロはもう気にしすぎちゃう性格だから、なんかこの活動休止するってなった時も、なんか普段からサラはミニスタジオのみんなに迷惑かけてるのにみたいな、めっちゃ言われて、いや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 みたいな、もう迷惑なんて誰一人思ってるわけないじゃんみたいな、誰も思ってないしみたいな、そういう風になんかこう気にしすぎちゃうから、プロは不安になっちゃうぐらい。そうだから、もうそんな迷惑とか誰一人思ってないし、だからもうそんなこと全く考えずに、ただただゆっくり、多分あの受験、中学校3年生だから学校との両立もあって、そんなゆっくりしてって言われても、そんなゆっくりしてる暇ももしかしたらないのかもしれないけど、まあなんか負担に思わないでほしい。 STU がさ負担って思なってさ、 STU が嫌な思い出になっちゃうのが一番悲しいことだし、プロとしてもせっかくオーディションで合格してアイドル大好きでさ入ってってなったのに、それが嫌な思い出になっちゃってたらさ、すごい嫌じゃん。でもしかも多分今は嫌な思い出になっちゃってるじゃん、それが STU が体調良くなくて、 STU に入ってから体調良くなくて、それで休止しちゃってとか、だからもうゆっくりゆっくり休んでほしい。もうゆっくり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 できるか分かんないけど、もうできる最大限のゆっくりをして、自分をもっともっと甘やかしてね、してほしいなと思う。夏希は、吉井ゾンビさんありがとうございます。ねえ、本当にこんばんは。本当に迷惑とかほんまに誰一人思ってないから、でもちょっとミニスタジオとしては不安な部分はあるよね。もちろん健康第一だし、もう頑張りすぎてるんですよプロは。本当にだからゆっくりしてほしい。
まだ中学3年生よ。ね、まだ中学3年生なのにね。なんかさ、アクターズスクールに行ってたっていうのもあってさ、多分夏希からはさ考えられなかったほどさ、多分プレッシャーみたいなものもあったしさ、周りの人からこう期待されるっていうのもあったと思うし、夏希はこう分からないそういう精神的な面とかも絶対あったと思うしね。そう、みんなさ、やっぱ先輩方とかもさすごい細いし、痩せなさいって言われることもいっぱいあるし、それでダイエットに悩んでたのかもしれないし、私もなんか細かい詳しいことはわからないから、なんか勝手なこと何も言えないけど、そういう部分もあるかなって思いつつね。まだ中学3年生なのにダイエットをしようって思うのがもう厳しすぎる自分に。コンタム、そういつもさ明るくてさ元気に振る舞ってくれてたからさね、プロと連絡したりするよね。本当に、いやダイエット良くないよ、なんでさす、なんでしちゃうのよね。本当にゆっくりゆっくり、まあ、STU 一旦さ、多分さ夏希もんだけどさ、すごいね、これすごいさプロと話しててさ、えなんかみんなからしてもさプロからしてもさ一緒にすんなって感じかもしれないけど、なんかプロと話してたりプロが話の話を聞いてたりしたらすごい共感する部分がめちゃめちゃ多くて、私実はその学校との両立とかダイエットのこととかに関してすごい共感することがめちゃめちゃ多かったから、プロの辛さは分かってあげれないけど、そのなんか両立ってさ、なんかどっちもさどっちも手つかずみたいになっちゃってさ、学校行ってもいい成績取れないし、で STU の活動の質っていうのもどうしても落ちちゃうしみたいな感じで、もうなんかもうなすき何もできてないじゃんみたいな風に思っちゃう時とかもあったから、今はさみんながさそんなことないよ偉いよって言ってくれるから、あ、夏希って偉いんだって思うけど、思っちゃう時もあるし、多分そういう負担も絶対あったと思うから、一旦ね STU を休止、活動休止したらさ、そういうまあ負担は減ることには絶対減ると思うから、これ着てたらめちゃめちゃ太って見えない、ホワイティーノでやんさん、えらい、ありがとう。そうだからね、もうとりあえずゆっくり休んでほしいなって思います。田村はね、こんばんは、ね、絶対な期待されてたプレッシャーとかみんなの期待が負担に思っちゃったりとかもあったんじゃないかなって思う。こんばんたむね、だからさいないと思うけど優しい言葉をかけてあげてほしい、プロに、夏希にも優しい言葉で待ってるよっていう言葉をかけてあげてほしいし、ね、
そう、もしちょっと時間経って帰ってきたら、みんなでいっぱい甘やかしましょう。甘やかしが足りなかったんだよ多分。プロはナスキ以上に自分にストイックだから、ナスキはちょっとみんなが偉いねって言ってくれただけで調子に乗れる、あのありがたい体質だったんですけど、プロは多分今の偉いよじゃ多分まだまだ自分に負担をかけてしまってたんだと思うから、もっと甘やかそう、みんなで。調子に乗れなかったんだよ、ナスキみたいに。ナスキは調子に乗りすぎなんですけど、そう、戻ってきたらいっぱいいっぱいみんなで甘やかしましょう。だって中学3年生でしょ、中学3年生とか。もうナスキ中学生の時なんて休み時間みんなで鬼ごっこしてはしゃいでたよ、ずっと。とんちゃん偉い、ありがとうございます。こんばんはね、本当に。でもさ、なんかさ、ミニスタジオでさ、そのプロが大変そうなのとか見てたしさ、見てたけどなんかあんまり力になれなかったなっていう申し訳なさがあるけど、それを言ったら逆に多分プロとしては、それを言ったところでプロの負担が減るわけでもないし、逆にそれナスキが申し訳ないっていうことでプロも申し訳ないっていう風に思っちゃう子だから、だからなんかただただプロをね甘やかしてゆっくり休んでほしい、そういう気持ちですね。そう、だからもしプロになんか言葉をかけてあげれる機会とか、多分リプランとか見るんじゃないかな、わかんないけどね、めちゃめちゃわかんない、めっちゃすごい責任を持たないことを言ってますけども、そういうところになんかこう書いたりするときはなんかなんちゃらしてあげられなくてごめんねとかじゃなくて、ゆっくりでいいから待ってるよとか、なんかそういう前向きな言葉をかけてあげてほしいなと思う、すごい。ね。ね、本当に卒業じゃなくてよかった。そんな辛い思いをしてたのに、戻ってきますって言ってくれてるからよかった、本当に。PD マンさん偉い、ありがとうございますね、本当にゆっくりゆっくりお休みしてほしい。大変よね本当、中学校でね。だってそう、でもミニスタジオがちょっと不安よね。今後さ、ミニスタの公演がいつあるかとか、岸壁があるかとか何もわからないけど、ディオンディオンさん尊いありがとうございます。わかんないけど、プロリンはミニスタジオの大事な大事な花だったし、とりあえず僕が代わりに入ります。そうそうそうなんですよ、しみちゃんがね、しみちゃんが休止するんですけれども、活動休止。そうなんですよ。そう、あのツイッター見たら歌唱力も辞退っていうのが出てて、本当はそう、二人で、まず歌唱力の結果
20人とかも選ばれてない時になんか一緒にあの何だろう東京行きたいねって話してたんですよ。そう一緒に東京行きたいな行きたいねって話しててしたらそう2人とも20人に入れて決勝行けるってなってすごい一緒に東京行けるねってなってたんですけど、そうなんですけれども、まあしみちゃんもいろいろ体調のこととかあって、そうやっぱでも体調が一番だと思うからってそう何回も言ったんですけど、その本人にはその体調が大事だから今はそのことをあの考えてまずは自分の体調を一番に考えるんだよって言ったんですけど、あのそうやっぱしみさらもうん絶対なんだろう頑張ろうって思ってたと思うから、歌唱力なんか一緒に行けないってなるとめっちゃなんか寂しいし、逆にちょっとねしみさらがおらんっていうのもめっちゃ不安だけれども、でもしみさらの分までなんか頑張るっていう気持ちで頑張れたらと思います。そうなんですよ。そうそう元気になるまでそうしっかり休んでもらって元気な姿で、そうそうそれが一番です。今はそうです、今はねもう元気になるんだよ。そうだから今はそういうことです。だってしみさらのその文章もう出てたけど、そう STU でまだやりたいことがたくさんあるからって書いてたから、うんそう元気になって帰ってきてくれるのを待っております。そうそうです、そうだから今はねもう本当に休んでほしい。こんばんは、こんばんは。体育館。会話がスローで好き。今日めっちゃスローかもしれない。今日はスローだよ。その服丈長いの、そうワンピース並みに高いんですよ。サラちゃんの件公式文章に天表マックスって書いてるのがサラちゃんっぽかった。確かに可愛いよね、天表マックスって言い方が。まあでも私はサラ子が体調が悪くない時にちょっとお家に会いに行こうかなって思ってる。サラちゃんにお菓子作って食べてもらおう。うまくできるから、なんか人にねあげるのね、あのねあれなんですよ。私あの人にあげられないんですよ、なかなか。そう美味しくできたらね。
美味しくできたら渡そうかな。じゃあペロペロしたのかに、あ、せんよ。いちごタルト、いちごタルト、見た目が自信だよ。そう、クッキーが得意かも、一番。みちゃんからもらえるなんて。うん、何サブローとペロペロ合戦って。謎い。謎いですね。うん、髪がここに来てかゆい。